おめでとうございます。めぐです。皆さん明けましておめでとうございます。かっちゃんです。かっちゃん新年明けましておめでとうございま す。どうぞ今年もよろしくお願いしま す。そしてキスナーの皆さんもよろしくお願いいたします。ね、この番組もねもう早いもんで、はい、もう3年目ですもんね。早いですね。2年間あっという間でした。婚姻屋のごとくし気がついたら3歳年食ってる、ね、大きくなりましたね何がすくすく育ちましたよ。そう、はい、はい。課長先生どうでしたか、お正月新年を迎えて。いやなんかいろいろ忙しいんですけどね、うん、正月からね、うん、まあ、皆さんもねあの初詣行かれたりとかね、はい、いろんなとここうねお参りに行かれてる方いらっしゃると思うんですけどね。そうですよね。またいろんなところが混雑して大変ですね。課長も空いてるところにお参り行く。本当、うん、どんなところ、ご近所、墓参り。あ、墓参り、いいことですよね、はい、ご先祖様を供養するっていうのは、はい、そこから新年スタートですか、ね、そうですね、まあ、でもねこれからねあの行かれる人もねあの本当に、まあ、事故が多いですからね、うん、気をつけていただきたいと思うんですね。はい、まあ、あの振り袖、うん、いいですね。いいです ね美しい ね、 綺麗でね可愛らしくてね、うん、結構多いですよね。多いですね、うん、例年多くなっていってるような気がする、うんうん、ね、だからまあねかっちゃん振り袖着ないからね、はい、だからお年玉って言われたらさ、うん、ない袖は振れないよってまたこんな感じで新年を迎えますのでどうぞ皆さんよろしくお付き合いくださいいっぱいでいいものも召し上がりました。まあね、それなりに食べてますけどね。うん、例えばどんなもの。例えば、うん、うん、まあ好きなのはねやっぱ数の子。数の子、あ、いいですね、はい、うん、そしてそれから、うん、うん、あとね、まあ、あの好きなのはねあの、まあ、やっぱりこう炊いたもの、うんうん、まあ、お餅もねあの少しは食べますけどね、はい、私何好きかな。栗きんとん好きやな。栗きんとんか。僕、うん、具合が好きやけどね。あ、具合もいいですね、私意外とあのかまぼこのあの形とかも好きやわ。かまぼこの形、いろんな形あるでしょ今。ああ、初日の出のあのやっぱりレーンな丸い形があれがこうめでたい感じがして好きやな、赤いやつは初日の出だけどさ、白いやつは初日の出、うん、日の出に見えないよね坊主失礼しました、はい、まあ今年ね、はい、あの1年間ね、まあ、食べ物をねやっぱり気をつけて食生活気をつけて、はい、まあ、健康で1年間皆さんに過ごしていただきたいと思うんですけどね、まあ、お正月食べ過ぎてね結構ねあの逆に便秘する人多いんですよ。あ、食べ過ぎてね、はい、でね、あの糖尿病の人血糖値上がるって人も結構多いしね、うん、まあ、お酒も飲むしね、どうしてもね、うん、進みますね。ね、まあ、三が日はねいいけど、はい、終わったらとにかくね、うん、あのお腹に溜まったものをしっかり出すように、まあ、そうですね、頑張っていただきたいと思うんですね、うん、ちょっと運動もしてね。そうそうそう、だからあとはまあね、あの以前からね、まあ、去年も話したけど、うん、あのオリゴ糖関係、はい、ね、あれをまあ飲み物に混ぜてね、うん、飲むだけでも結構ね便通良くなりますしね、うん、はい、だからお塩がつけたら、まあ、腸の大掃除一回考えてみたらどうでしょうかね、はい、うん、そうですよね、はい、ここでですねメッセージをいただいておりますので少しご紹介します。吉田兄さんからいただきました。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。短時間の中に健康に大事なメッセージがしっかりと詰まっていますねっていう嬉しいメッセージいただいてますよ。またね今年もね、はい、健康いっぱいの本当に皆さんが元気になるようなメッセージをたくさんお届けしたいと思います。そしてもう一つご紹介しましょう。キスネームさとしさんからいただきました。ビオネですが購入を考えているんですがなかなか見つかりません。どこで購入できるんでしょうかということです。はい、まあ、あの株式会社ビオネのホームページご覧いただいたら販売店リストが載っておりますので、はい、まあ、それでねチェックしていただけたら最寄りのお店がね、見つかると思いますし、うん、まあ、結構あのデパートとかねそういったところでも置いてるところありますので、はい、一回お問い合わせいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。食事といえば、まあ、はい、うん、はい、言えば、うん、食事といえば、いやなんかそう本当にかっちゃん先生が言うはるみたいに食べ過ぎやなっていうね、お正月ってなんでこんなに毎年毎年同じ反省を繰り返すんだろうと思って、うん、だから食べた分だけ動けばいいんですけどね。そう、あのね毎年1日2日3日はこう歩くの1時間ぐらい。ああ、そう。そう、歩くの朝必ず、うん、でも4日目ぐらいになるとだんだん、うん、どうしようかなみたいなどうしようかなどうしようかなっていう風になっちゃうね。だんだん三日坊主ね、そしたら。そう、
見事な三日坊主ですね、今年はもうちょっと頑張ってみようかな。はい、そうですね、うん、まあ、暖かい間にね、だから夜中とかね寒いから、ね、はい、まあ、お日様が照ってる時にねこう歩くのもすごくいいと思いますね。そうですね、はい、うん、であとは今年ね、まあ、美容の意識健康法を、まあ、シリーズでずっとお伝えしようと思うんですよ、はい、でその中でね、新しい、ね、情報を交えながら、うん、でまあ、基本はね、もう10年になりますけど私の著書自然治癒力を発動させる3つの条件、はい、まあ、一応この内容でね、まあ、今でもねご指導させていただいていることっていうのは基本的に変わりませんので、新しい情報をね入れながらお話しさせていただきたいというふうに思っております。はい、皆様交互期待ください。楽しみにしていてくださいね。ではここで番組からプレゼントのお知らせです。ドクトルかっちゃん健康にキッス、この番組が CD になりました。毎月5名の方にプレゼントしています。ご希望の方はキッス FM のホームページ内リクエスト&メッセージまでどしどしご応募ください。かっちゃん先生、今回のまとめをお願いします。はい、まあね、新年ね非常に、ワクワクするようなね年にしていきたいと思うんですけども、はい、まあ、そのためにやっぱりこう健康がね一番ですから、うん、ね、健康管理に気をつけて、はい、今年もね1年楽しくやっていきたいというふうに思うんですけども、うん、ここ最近ね、まあ、この去年の年末もそうですけどね、まあ、すごくこうお問い合わせのね、電話とかね、あるいは健康相談の、ね、メールなんか随分こういただいてるんですけども、はい、でやっぱり自分自身の体ね、いろいろ気をつけてるんだけどなかなか改善できない、うん、でまあやはりこう食生活がね何か間違ってるところがある方が非常に多いんですよね、うん、だから、まあ、基本ね、とにかく主食発酵食品をしっかり食べて、はい、ね、であとはお野菜海藻類、うん、ね、とか体調悪いなと思ったらそういう食事にねもう一度、まあ、切り替えてみるということが、まあ、大事だと思いますので、うん、まあ、ぜひね、実践されたらいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんも体の中からきれいに、そして健康に、今年1年も素敵な年になりますように心からお祈りしたいと思います。かっちゃん先生、今日も本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。今年も頑張りましょう。頑張りましょう。